これは小林選手もですね、ママさんプロでですね、このダーツのこう息の長さを象徴しているようなね、はい、ダーツいいですよね、うん、子だくさんプロとかね、こうテレビでこうね取材されたりとかね、大家族ダーツプロとかってね、もうビッグラウンドをバシバシ決める、まあ、家庭でもプロでもビッグラウンドを連チャンみたいな。まあそんなねプロが出てきたら面白いでしょうけどね。まあでもそんな人が出てきたら絶対これ番組になるやろうね。ね、お母さんダーツ、母ちゃんダーツプロ頑張るみたいな。子供7人みたいな。子供が寝静まった頃に練習とかね。洗濯の量がすごいとかね。物干し5個とか。まあまあ。これあくまでも余談ですのでね、そういうのだと盛り上がっていくやろうね。ビッグマミービッグマミー離婚かとかね。さあ来ました。まあ、余談はさておき、おーナイスコーク。まあ本当佐藤選手のねフォームって本当に、脱力感がいいですよね。最初のセットアップからの脱力感がそのまんま続いてるっていうか、対するね小林選手ですけどね、どちらかって言ったらこうダーツをこうねじ込むっていうかね、すごいその勝負強いダーツをねしますよね。集中力ある。あーすごいこのねリズム、腕の振りね、素晴らしい。おーっとナイスアット。この2人は予選では当たった可能性ありますけどね、決勝トーナメントはどうなんでしょうね。あでも小林選手なんかフォームがこうすごいリラックスして投げてますよね。以前もうちょっとこう体が動いてた覚えがありますけどね。はい、あーいいですね、いいですいいです。佐藤選手がねこう手首をこねないときっていいダーツしますよね。佐藤選手が
ちょっと精度が落ちるときっていうのは手首が思いっきりこう乖離すぎてるときがあるんでね、これが調子のバロメーターな気しますけどね。こういうね腕の使い方してるときはいいですよね。今もいいし、3投目ですね、今みたい3投目みたいに佐藤選手がこう手首を下に、こねたときにね少しミスが多いような気がします。さあ173、さあどこまでアレンジをうまく使っていくのか。あー、ナイスアーツ、素晴らしい、美しい。小林選手はどっちかというとこう押し出すというよりはじく感じですよね。じゃあここは手堅くサンブルと。ナイスラッツ、そつがない。まあ、男子でもねこの佐藤選手のフォームって参考にされたらいいと思いますよ。男子の方もねこれだけ綺麗に素直に腕が今使える選手って男子でもねそういないと思いますけどね。入るしかない、入るしかないって感じしますよね。いやでも小林選手も本当リラックスしてもう少しね前は力んでたようなイメージあったんですけど、やっぱりこう進化していくんですね、月日とともに。まだね佐藤選手も若いのでね、先々楽しみですね、日本をこう背負って立つようなね選手になってくれればいいと思いますけどね。うん、初対戦でかどうかっていうのはちょっとすいませんけど、分かりませんけど、予選で同じブロックに入ったことはあるかもしれないですね。オーバー、オーバーまで。カットからの加点、あーナイスですね。
さあ小林選手先行のクリケット、佐藤選手どう追い込んでいくのか。さあ徐々に追い込んでいくパターンですね。これはおっとこれでオーバーカット決めるのか。決める、恐るべし。オーバーカットくるんだここで。いいですね佐藤選手。さあ小林選手もねここは、オーバーできずですね。あっと今ちょっと乱れましたね、ちょっと乱れました。佐藤プロ投げるとき無表情なのが怖い。投げるときは大体無表情じゃないですかね。いやー寄ってますね、ナイスダーツですね。さあ小林選手ここはきっちりとカットから加点決めたいですね。カットからの加点で25点以上引き離したい。あーすごい、こういうね小林選手っていうのはこういうな勝負強さっていうかね、逆転能力とか競った後の強さっていうのはありますよね。ハットで先行のクリケットキープ。さあ女子ですね、一番大事な入りの3投ですね、入りの3投。ここはね、ど集中、超集中でね、3投はしっかり決めてほしい。なさ。さあきっちりカットして、
サリとシックスマーク。これは逆ビッグランド。大城選手これ決勝進出ですか。いやー大城選手と相対するのはどちらか。ダブルカットから。まあ、小林選手もね、こういう修正能力ってやっぱすごいですね。一投目からね、入れるようになったらもう。多分すごい選手になると思いますけどね。からの、いやでもこのゲームってペース的にはまだ佐藤選手の方が派手なダーツはしてますけど、小林選手が先行のクリケットをキープして、次小林選手が先行の 0-1 なので、佐藤選手の状態次第ではどう転ぶか分かんないですよ、このゲーム展開は。いい戦いできそうですけどね。クリケットはね、少しなんかこう、佐藤選手の方がそのミスが少ない感じしますけどね。 0-1 は、次のゲームがあったとして先行のアドバンテージ、小林選手行かせそうな雰囲気ありますけどね。
逆にね佐藤選手としてはあんまりブル打たせない次の01を考えるとあんまりね小林選手にブルを打たせないような試合展開を持っていったがいいような気しますけどね。だからもうここ3本で記事を決めるとか、ね、さっき加点しましたけどね。うん、ちょっと戦い方としてどうなんだろうと思うところですよね。小林選手やっぱこれだけブルー合えば次先行の01なので小林選手ブルー合ってくると思うんですけどね。まあ堅実に行きたいんでしょうけどね。多分小林選手これだけブル打てば次の先行の01は有利に戦えると思いますけどね。これで先行後攻逆転しましたね。男子はどういう風な状況になってんですか今。男子ベスト4、ベスト4進出者は尾崎選手、尾崎選手、鈴木徹選手、吉野さん、吉野選手、浅田聖子、この4人の組み合わせ。吉野選手も来ましたね。じゃあここでハットをきっちりと決めます。さすが、さすがでございます。
合いそうですね。さあアレンジをきちっと決めたいですね、この3頭で。さあ69残りですね。205の小林千佐。さあ90残り69、きっちり上がりたいですね。シングルブル。さあそしてナイスダーツです。決勝進出佐藤かすみ。ナイスダーツですね。